いや、ついにね、私やってしまいましたの。私ついにね、やってしまいましたの。皆様方、私ね、ついに禁忌に触れてしまいましたの。ご覧になって、我慢ができず先にコスチュームを買ってしまいましたの。俺は彩香の世界の服みたいな、まあ正確に言えばそのキャラを持ってないと使用は不可なので、まあ21日に向けたものではございますが、もう我慢できなくて、もう鳥肌、もう我慢できなさすぎて、もう早く彩香、僕の瞳に映るのは君の後ろ姿、頼む彩香、幸せにするから、もうアスミと結婚してほしい。本当に君たちの世界線の彩香は知らないけど、アスミの世界線の彩香は私のことしか興味ないから。終わってる、なんかガチで終わってる、もう終わってんの、もうどこ。どこ彩香。原神の世界に行くためにちょっと身を立ってこようかな、本当に。てか聞いて、めっちゃ嬉しいことあったの最近。二時三時の町田千葉さんにフォロー返されちゃった。びっくりしたの本当に。と思ってめっちゃ嬉しくて、ずっとフォローしてて、普通に歌めちゃくちゃ好きだから、フォローされましたみたいな、ババババババって何人か出てきてて、あれなんかこのアイコン見たことあんなと思って、パンって飛んだら、えぇ、ー、みたいな、本人ってなりました。ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます、いつも聞いてます。やっぱ歌歌ってるものとして、歌めちゃくちゃ上手い人めちゃくちゃ好きなんで、めちゃくちゃ嬉しいです。ほんとこれ最近あった一番嬉しいこと。よし、じゃあ第2位の発表。ガチでない、申し訳ないけど、あ、あるわ、第2位ね、第2位あるよ。うん、彩香のコスチューム変えたこと。第3位は彩香が21日に復刻来ること。彩香ばっかやん、だって今私が生きる希望彩香だもん。何を言ってるの、私の今の生きる希望は神里彩香なんだよ。第43位は、まあ、今生きてること。